カーブル王国の地図。この地図では、現在のアフガニスタンに相当する地域の多くに、カーブルの地名が割り当てられている。カーブリスターンは、現在のアフガニスタンのカーブル州を中心とする地域を指す歴史的な地理名称である。カーブリスターンは、現在のパキスタン北西部のペシャーワルなどをも含む。プトレマイオスの地理省をはじめとして、 キャビリティという地名について言及するギリシア語の文献、ラテン語の文献は数多く残されている。18世紀から20世紀にかけて、ドゥッダーニー帝国のことをカーブル王国と呼ぶヨーロッパ人もいた。6世紀から9世紀の間、カーブル・シャーヒーと呼ばれる豪族がカーブリスターンを支配した。彼らはカーブルの街を城壁で囲って防備を固めたが、 ザランジュから進撃したサファール長軍に敗れた。城壁跡は現在のカーブル市内で見ることができる。ありがとうございます。